中川直樹選手の全日本優勝おめでとうございます。ありがとうございます。これその時やっぱメンタル的にももうテニスができないから、うん、一番苦しかったですね。だからその時テニスやめたいとかぶっちゃけ結構頭よぎったことは、うん、あります。まあ、一番いつもすごいな、丁寧だな、まあ、なかなか真似できないですね。はい、ちょっとあげるよ。ありがとうございます。では、はい、一緒に選びて、はい、これやっぱそこで、ね、全日本優勝もあるんですが、錦織さんとか西岡さんの刺激を受けてかなりあると思います。では、本日のゲストは中川直樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。カイ君いるじゃないですか。はい、カイ君にあの中川直樹選手を紹介していただいて、はい、中川直樹選手と、カイ君どういうおつながりなんですか。最初は西岡志人選手、はい、僕仲良くてすごく仲良くて、はい、と一緒にご飯行った時にいた、うん、っていう関係で、はい、それで仲良くなって一緒にご飯行ったり遊んだりするようになりました。あ、そうなんですね。はい、ちょっとね、今回のこの回はあのカイ君があのいなければ成り立ってなかったと思うんです。はい、動画上でカイ君ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてあの中川直樹選手の全日本優勝おめでとうございます。おめでとうございます。すごいですね。であとは、最近誕生日を迎えられたんですね。あ、そうなんですよ。そうですね。すごい。おいくつに、24になりました。24歳おめでとうございます。いやー、中川直樹選手ちょっと今年いろいろコロナとかで大変だったんですけど、はい、ちょっと軽く今シーズンを振り返っていただいていいですか。まあほとんど今年試合に出れなかったので、多分個人戦5大会しか出てないんですけど、はい、でまあ、コロナ期間中はかなりトレーニングをして、うん、コロナ期間中でできない割には、まあ、自分なりに充実できてたかなとは思います。うん、まあ、結果的に全日本も優勝できたので、うん、まあ、いい過ごし方はできたのかなと思います。なるほど。ちょっと全日本のことに触れたいんですけど、はい、決勝戦とかあの第1ゲームがいきなりブレイクされたりとか、はい、すごいこうメンタル的にも大変だったと思うんですけど、やっぱ決勝っていうのが本当に久々だったんでシングルスで、はい、まあ、かなり緊張してたんですけど、うん、でもそこでいきなりブレイクされて、うん、ちょっとやばいなと思うんですけど、うん、まあ、でも冷静で入れたので、うん、大丈夫でした。中川さん、じゃあ今の現在の拠点は、普段はアメリカのフロリダにあるアイエンジアカデミーを拠点にまだしてるんですけど、はい、まあ、今こういう状況だったので、ジョン創業チームに入らせていただいて、はい、千葉の柏にある吉田健介メンテナンス研修センターで練習トレーニングをされてます。ただその橋本創業にこう入るきっかけみたいなのがあったんですか。いろんなところがあると思うんですけど、去年のちょうど9月か19月とかぐらいに、所属先を探していて、うん、でその時に今の地元創業の監督の杉山さん、うん、杉山さんって方が電話一本いただいて、はい、そこからですね、そこからもう、うん、もうすぐ進んだというか、あ、進んだというか、はい、ですぐ所属することになって、うん、今になります。橋本創業っていろんな選手がいらっしゃると思うんですけど、はい、そうですね、どうですか、仲の良さとか雰囲気は。めちゃくちゃ仲いいと思います。昔から知ってる選手ばっかなので、そんななんか気も使うことないですし、はい、結構気したと思うんですけど、はい、結構あまり、はい、そうですね、気使わずに接せれるんで。あ、そうなんですね。すごく楽です。なるほど。あと中川さんといえば2014年の全米オープンジュニアのダブルスで優勝されて、あの時は錦織さんも全米準優勝、ちょうど重なったというか。そうですよね。タイミングで。そうですよね。なるほど。うん、知ってもらえる。そうですよね。はい、ドッカーなってあの頃なんか錦織2世とかなんか3世とか、はい、なんか言っていただいてましたね。そうですよね。はい、そこから中川さんはあの怪我ですごい苦しんだと。うん、思うんですけど、ちょっとその怪我って2回ぐらいなんかやられました。2回やりましたね。どっちも右腕なんですけど、うん、ちょっとそこを教えていただいていいですか。プロ転向して本当数ヶ月で、肘を
痛めてしまって、うん、結果的に1年間、ラケットを握らず、うん、ずっとリハビリしてたんですけど、2016年5月6月ぐらい復帰して、はい、2年間は大丈夫だったんですけど、またちょうど2年半前ぐらいかな、今から手首を今度は脱臼しちゃって、うん、で手術しないといけない状況になって、はい、あとあるんですけど、はい、あ、本当ですね、いやー、すっごい、その時やっぱメンタル的にももうテニスができないから、うん、一番苦しかったですね。まだ1回目怪我した時はまだプロ転向してすぐで、うん、まあ、年もまだ18だし、うん、まあ、まだ巻き返せる、うん、ポジティブに、うん、で生きてたんですけど、はい、2回目やった時はちょっと一番落ち込みました。いやー、そうですよね、またか。いや、そうですよね。だからその時テニスやめたいとか、ぶっちゃけこう頭よぎったことは、うん、あります。やめた方がいいのかなと思ったことありますし、でもやっぱりテニスを続けよう、やっぱり、はい、挑戦したいなって思ってる自分がまだいたんで、プロ転向してからなんかこう、うん、ずっとモヤモヤしてたというか、はい、怪我でずっと悩まされてたので、はい、やっぱりやりきれてる感がなかったので、やっぱり やめるならやりきってからやりたい、やめたいなってい う思いがあって、またチャレンジしようと思いました。ちなみにテニスって何歳からやられてるんですか？3歳からやってます。あ、3歳から。きっかけは？お父さんがずっとテニス好きでやってて、はい、まあ、今テニスコーチとしてやってるんですけど。あ、そうなんですね、はい、よくお父さんテニスとか見に来てたんで、はい、IMG 拠点って言われてますけど、はい、その IMG ってどういう感じなんですか？僕とか行ったことなくてあんまり分かんないですけど。どういう感じ？テニス漬けの毎日なので、うん、まあ、テニスにだけに集中できる環境っていう意味では世界一の環境だと思います。まあ、朝からトレーニング練習して、まあ、お昼ちょっとだけ学校行って、うん、帰ってきてまた練習する、はいはいはい、っていう繰り返しなので、あまり外出もできないので。あ、そうなんだ。まだ10代のうちは寮にいるので、はい、すごい管理されてるんですよ。はい、なんか外で練習しても許可取らなきゃいけないとか、どこに行くっていうのを書かないと出れないので、はい、結構きつかったですよ。その実力的にはやっぱり、まあ、強ければたくさんスタッフがついたりがしたりとか、はいはい、あとはまあぶっちゃけ勝てなかったらなかなか相手にされないとか、やっぱそういう感じは、うん、あ、かなりあると思います、それは。どっちも経験してるので。あ、そうなんですか。はい、でもその勝てない時とかスタッフがいない時ってやっぱなかなか這い上がるのが大変ですか？まあでも逆にモチベーションになるというか、頑張ろうっていう気にはなりますよ。あ、そうなの。その面ではやっぱちょっと日本人は、優しいなと思います。そこで IMG 西堀さんとお知り合いになって、はい、っていう感じですか？そうですね。そうですよ。西堀さんってどんな感じなんですか、 IMG にいる時とか。いや、多分テレビで見てるまんまだと思いますけどああいう感じですけど、もうほんわりしてる。うん、お兄さん的感じは。そうですね、もうかれこれ12歳ぐらいの時から知ってるので。マジっすか？10年以上よくご飯も行ったりとか。そうですね、よくご飯にも連れてもらったり、はい、家に行ったりして、日本人で集まってご飯に行ったりとか、IMG にいる日本人のコーチとかも集まって、はい、ご飯食べたりしてます。ゲームやったりしないですか？ゲームはやるけど、ちょっと結構強いのでプロ並みですか？ゲーマーなんでちょっと僕はあんまゲーム得意じゃないので。でもビデオゲームとか、はいはいはい、まあ、カードゲームとかだったら、たくさんやりますけど。石倉さんはあのまんまという。あのまんまです。じゃあ実際そのテニスやった時ってどうですか、やっぱもうここが強いとか。まあ一番いつもすごいなって思う、フットワークが。フットワーク丁寧だなって思う。すごい細かくて。なるほど。なかなか真似できないですよ、ね。はい、疲れると思うんですけど、ね、結構。いや、相当疲れますよ。足動かしてると思う。歩数がちょっと人と違う。あ、歩数が違うんですね。はい、そこはちょっと、異常だなと思いました。
ちなみにその錦織さんとなんかこう一番の思い出みたいなのなんかあったりします？思い出ですか？なんだろう、自転車買ってくれたことですか？自転車買ってくれたんですか？自転車買ってくれたんですよね。どんな自転車なんですか？いや、普通の、はい、普通にある自転車なんですけど、はい、僕結構自転車使ってたんで、うん、はい、買ってあげるよ。ありがとうございます。そこはお兄さん。では、はい、一緒に選びて、はい、これ。優しいですね。それが一番の思い出。薄すぎますね。ちなみにその今年、ドイツでしたっけ？ドイツでも錦織さんと練習されてましたよね、はい、確か。そうですね、しました。そうですね、あの時は西岡さんの帯同で帯同で行ってて、でその時にまあ、ケイトンから練習を、うん、しようっていうふうに言っていただいて、はい、それで練習何回かしました。あ、そうなんですか、ね、はい、あと西岡さんとの、帯同はその前のローマでしたっけ？そうです、ローマから、2週間半ぐらい帯同しました。ちなみに西岡さんと中川さんはもうすごく仲が、まあ、そうです、テニス、僕はテニス界一番仲いいのが西岡選手ですね。ああ、そうなんですね。なんでこういうところでなんか西岡選手っていうのはちょっとすごい違和感いつもヨッシーって言ってるんですけど、あ、西岡さんとはじゃあこの東京にいる時は結構会ったりとか。そうですね、うん、結構会いますね。うん、まあ、行ったりゴルフに行ったりもしますし、あ、ゴルフにも行かれるんですね、はい。中川さん、じゃあゴルフも結構上手いんですか？最近始めました。あ、最近始めて数ヶ月で。西岡の方は結構上手いです、ゴルフは。めちゃくちゃ上手いと思います。ちなみに中川さんのスコアはどれぐらいですか？3日前に行って、はい、3ヶ月ぶりに行ったんですけど、はい、95。えっ、おすごいっす。マジっすか？もうセンスの塊ですね。95でした、ね、すごいですね。更新したんですけど、ちょっとですね。いやー、なるほど。ちょっとびっくりしたんです。へぇー。3ヶ月全く打ってなかったんで、はい、ぶつけ本番で行ったらなんか調子良かったです。マジっすか？その西岡さんって、その例えばローマで帯同した時とかもやっぱここがやっぱ勝ってる要因だなとか、なんか強さを感じる部分ってあったりします？そうですね、やっぱり彼もかなり動きっていう面では、すごく守備がすごく範囲広いので、はい、1本でも多く返してくるので彼は。それが大事な時になればなるほど、相手は嫌になるかなと思います。なるほど。あとコントロールがいいので、うん、球はそんなにその世界目線で見るとそんなに速くはない方なんで、はい、それをタイミングで補ったり、うん、まあ、プレースメントで補っていくっていうのは、まあ、こっちも見てて参考になりますし、面白いです、見てて面白いです。そのローマ行った時は久々の海外遠征。そうですね、ですよね。8ヶ月、9ヶ月ぐらい、8ヶ月ぐらい。 PCR が検査が大変とかいろいろあったと思うんですけど、4日に1回なんか、はい、検査しないといけなくて、はい、帯同する人たちもやらないといけないので、なんか鼻に細い棒入れて入れられて痛いですか？いや、もうなんかちょっと涙出てくるんですよね。あ、痛い、そうです、痛いです。痛い、はい、痛い。中川さんはローマ、ハンブルグで帰国されたって感じですか？で、自分の試合も出て、あ、ポルトガルの方で出て、ポルトガル でギリギリで帰ってきて、はい、全日本で間に合うように、はいはいはい、帰ってきて、しました。やっぱそこで、ね、全日本の優勝もある意味その錦織さんとか西岡さんの刺激を受けてかなりあると思います。あ、本当ですか？本当にあれ、きっかけって言ってもいいぐらいなんですけど。なんすか？やっぱり、僕結構見たものに影響されやすいんで、なんか、そういうトップの選手たち見ると、そういうボールの質だとか、はい、プレーの仕方だったり、はい、いいイメージを持って日本に帰ってきたので、はい、そのまま行けたっていう感じで。すごい。僕なんであんまり上手くない選手とか見ちゃうと、それに影響しちゃう。なるほど、はい、す
すごい、まあ、分かりやすいですね。分かりやすい、本当に。はい。なんとですね、今日中川さんにですね、テニスラケットバッグをちょっとご用意していただいたんで。そんな大したの入ってないですけど、はい、大丈夫ですか？全然、じゃあちょっと早速拝見させていただきたいと思います。出た中川さんのラケットでございます。はい、ラケット欲しかったので、パワーと、振りやすさ、中川さん、こちらにもこっちにもお守りみたいなのが、はい、ついてますけど、あ、これ西岡って書いてるんですけど、がっつり西岡コーチこれ僕ローマでガッと出した時に僕の名前出せなくて、あら、アシックス、はい、中川さんのリターンする時の構えがもう錦織さんそっくりだなと結構言われるんですね。すごいですよ中川さん、